どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日はワクチンについて調べてみようかなと思っております。っていうのも、ここ1年で状況がね、ガラッと世界が変わっちゃったじゃないですか。で、世間ではいつワクチンができるだの、できないだの、言われてますよね。だけど本当にそれでいいのかなと不安じゃないですか。ワクチン打てば大丈夫って、まあ、思ってる方も大勢いますし、ダメってね、アナンド君とかも言ってるように、どっちが正しいのって不安なんですよ。僕は結構ね、インスタの DM とかでもワクチンについて調べていただけませんかと僕のところに来たので、今日はタロットでね、調べてみたいなと思っております。まあ、なんでそのワクチン調べようかなって思ったのが、昨日ですね、ニュースでワクチンが早急に作られて今年から接種できるよなんて言われてましたよ。えって思って、早くないって正直思ったんですよね。だって薬剤師のね、女の子から聞いた話でも、薬を作るまで最低でも2年かかる。じゃあワクチンなんてそんな薬より早くできるわけないと思うんですよね、僕は。だから行き急いでんじゃないのかななんて正直思っているんですよ。しかもほら、コロナワクチンの実績とかね、ないじゃないですか。だからある意味モルモット的なね、国民をそう思ってんじゃないのって、どっかには不安なね、気持ちもあるので、今日はタロットでこのワクチンについて質問していきますので、よかったらお付き合いください。どうぞ。では海外のワクチンについてタロットはどうお考えですか？意見をください。では行きます。出ました、デビルのね、逆位置なんですよ。これ結構キーワードがね、すごいなと思うんですけれども、それが非常識とか無秩序とかね、あとは汚い、恐怖、反則、悪臭、論理に触れることとかっていうカードなんですよね。海外のワクチンについてどう思うか聞いたらこんなようなカードなんでね、やっぱりちょっと怖いですよね。ちょっとじゃないな、だいぶ怖いですよね。なるほどね。では海外のワクチンを接種した場合、副作用あるかどうか見せてください。ではいきます。聖域ですね。チャリオットね、聖域でやっぱり副作用はねありそうで、キーワード的に、まあ、前進だとかね、いい意味だとそういう前向きなキーワードがあるんですけど、あとは強いとかね、そういうキーワードがあるんですよね。あとチャリオットって占星術で言うと蟹座を示すんですよね。蟹座の体の中で弱い部分っていうのが食道とか、あとは胸、胃、あとは乳首とかね、子宮とか肺とか横隔膜を指すんですよね。なのでもし副作用が出た場合っていうのが、そういう部分を指してんのかなっていう気にもなっちゃいましたね。ちょっとちょっと怖いな。次行ってみましょう。国産コロナワクチン現在治験段階だそうですけど、もし国産コロナワクチンができたとしたら効果や安全性はあるのか見てみましょう。
では行きます。おー、ザ・サン聖地めっちゃいい。ザ・サンの聖地です。出ました。うん、なんか良かったっては思うんですけれども、まあ僕らは日本人なんでね、海外のワクチンだとどうしても体に合わないとかね、そういうような、まあ、感じでしょうね。まあ当たり前のことを言っちゃいましたけど、やっぱり日本人だったら日本で作られたものがいいよっていう感じですね。でこのキーワードっていうのが健康とか元気とか、あとは子だからっていう意味もあるんですけど、あとはなんだろうな、成功や成果を手にして誇らしい気持ちになるとか、やっぱり日本のやつはちゃんとしてるんだなっては思いますね。日本人なんだから日本のやつを使いなさいっていうことなんじゃないんでしょうかね。だったらいいよっていう、うん、そんなようなカードが出ましたね。まあザ・サンがね出たんで良かったなっては思うんですけれども、最後ちょっとね、これは攻めた質問になるかもしれないんですけど、この背景の裏側、何か政府の企みとか隠し事はあるのでしょうか。イエスだったら正位置、ノーだったら逆位置で教えてください。では、いきます。うん。逆位置だ。チャリオットの逆位置です。すごいですよ。全部ダイヤルカナで出ましたね。うん。企みとかはね、なさそうですね。深掘りしちゃってすいませんっていうような感じなんですけど、チャリオットの逆位置のキーワードなんですけど、うん、なんか募る疲労感とか、あとは進まないとか、厄介なトラブルとか、行き止まり、負けるとかね、遅延とか、そういうようなキーワードがあるので、やっぱり予想外だったのかなっていう感じですね。国からしてもそんなようなカードが出たので、裏はねあるのかななんてちょっと思ったりもしたんですけど、予想外の出来事に巻き込まれたっていう感じなんでしょうね。今回のこのコロナワクチン、早急にワクチンを対応しなきゃいけないとかね、見通しがつかないとか、なんかそういう感じなんでしょうね。なるほど。はい、ということで見ていただきました、うん、やっぱりタロットをやってみたところ、うん、安全策っていうところだとやっぱり不安定ですよね。やっぱり日本人は日本人なんだから、国産で作られたワクチンを接種した方がまだいいのかなと。ダイヤルカナのねカードがまあ出ましたけど、でもやっぱりワクチンに対するイメージってクリーンではないじゃないですか。安心だっていう方もいますけど、でも一番やっぱりいいのは自分の免疫力を上げることだと思うんですよね。いっぱい睡眠をとって、大豆食品だとか、まあ、納豆とかね、ヨーグルトとか、あとは適度な運動とか、そういうのをとって免疫力を上げてコロナにかからない体を作るっていうのがやっぱり第一にやるべきことなのかなって、うん、正直思いますね。これがねまた義務化とかなったらまたどうなのっていう感じはあるんですけどね。うん、
なのでこんな感じで今日はタロットやってみました。また何かあれば随時ね、皆さんの質問が多かったものから取り上げて、こうやってタロットやってみようかなと思いますので、インスタとかね SNS DM いただければ嬉しいです。まあちょっと読めない時もあるんですけどね、諦めずに送っていただければ嬉しいです。最後ね、ひでまろのもう一つサブチャンネルやってます。最近更新頻度が落ちてますけど、近々上げますので、そちらも楽しみにしてください。ということで、また見てください。ありがとうございます。